さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、ハードオフで購入したジャンクの i7 と X99 マザーボードセットになります。 X99 っていうのは、インテルのデスクトップ向け次世代ハイエンド CPU ハズウェル E こと、コア i7-5000 シリーズに対応するマザーボードになります。いわゆる超ハイスペックマニア向けマザーボードってことですね。今回こちらをハードオフで購入してきたので、実際に動くのかどうかやっていきたいと思います。なるほど、今度は動くジャンクだといいわね。もしこの動画が少しでも面白かったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。それでは早速開封をしながら、今回のジャンク品の紹介をしていきましょう。今回購入してきたジャンク品はこちら。何i7-5930KX99 デラックス。一瞬ランプが月半回って止まってを繰り返しています。ジャンクね。ジャンクですね。で、価格が10,000円。CPU のヤフオク相場がだいたい3,000円ぐらいで、マザーボードの相場がだいたい10,000円ぐらいなので、このまま動いてくれれば CPU 代ぐらいは安く手に入ったかなといったところ。すごい安いってわけじゃないんですが、こういうロマンマザーボードって好きなんですよね。でも表記が正しかったら動かないわよね。そうなんですけどね。こちらが本体となります。見た目はそこまで汚いとかもない感じですね。付属品はこちらの IO パネルのみとなります。こちらが X99 デラックスになります。簡単にスペックをご紹介。CPU ソケットは LGA2011V3 でチップセットは X99。メモリは最大8枚まで搭載で最大 64GB のクアッドチャンネル。拡張スロットは最大5枚までのロマン仕様になっています。続いて CPU のご紹介。CPU は6コア12スレッドで、クロックが 3.5 から 3.7GHz。L1 キャッシュが 64KB、L2 キャッシュが 256KB、L3 キャッシュが 15MB で TDP140W になります。こちらの CPU は2014年発売のものですが、今でこそタコア CPU が増えた中、先陣を切った CPU みたいです。また当時こちらの CPU は約7万円で販売されていたみたいです。それが相場3000円まで下がるのは悲しいわね。時代とともにですね。それではこちらのマザーボードを検証台に乗せて、ボタン電池を一旦外して、CPU の汚れをきれいにして、マザーボードのピン折れの確認。特に曲がったり折れたりはなさそうですね。CPU を取り付け直して、グリスをつけて、前に購入したロマンマザーボード用のクーラーを取り付けて、メモリをつけて、電源ケーブルを取り付けて、それでは起動確認してみましょう。シュララ。それでは早速電源を入れてみましょう。スイッチオン。ファンは回り出しました。あれ、止まったわね。そしてまた動き出す。そしてまた止まる。この後これを無限ループしてました。まあこれは値札にも書かれていたことなので許容範囲ではあるんですけどね。で、これどうするの？原因としては、マザーボードのBIOSが壊れているか、CPU が壊れているか、マザーボードが物理的に壊れているか、それ以外にも動かない可能性はあるかとは思いますが、大体このぐらいでしょうか。BIOSが壊れている場合はロム焼きをすれば治りますが、2と3だとおそらく治せない可能性が高そうですね。じゃあロム焼きをするの？いや今回はこちらを使います。は、なんか出てきた。実は X99 マザーボードのジャンクをもう一つ持っていたんですよね。え、いやなんで？いやこういうロマンマザーボードってジャンクで売ってるとついつい買っちゃうんですが。いや買わないわよ。で、こういうロマンマザーボードって購入するのはいいんですが、CPU の方がなかなか手に入らなかったりするんですよね。あ、ロマンマザーボードだから仕方ないわね。で、こちらのマザーボードなんですが、2021年に閉店した秋葉原のラジオデパート地下1階、秋葉原エレクトリックパーツさんで購入したマザーボードになります。え、2021年に閉店？あれ、なんかタイムトラベルしてる。いや閉店前に買ったんですが、CPU がなくて使えなかったんですよ。ちなみに価格は、6800円で購入しました。こちらのマザーボードはヤフオク相場だと、5000円ぐらいで売っているのでちょっと高めですね。CPU とセットになると1万円を超えてくるんですけどね。ではこちらのマザーボードでも早速起動確認をしてみましょう。果たして動作するのか。あれ、さっきと違ってファンが回り続けてるわね。これはもしかしたらワンチャン。来ないわね。2枚ともマザーボードがダメだと精神的。ロゴが出たー。これはいける。とりあえずBIOS画面にも入れました。こちらがBIOS画面になります。 CPU もきちんとコア i7-5930K で認識されていますね。 Windows をインストールして、こちらがタスクマネージャーと CPU Z になります。いやー当時のハイエンド CPU、6 コア12スレッドいいですね。
ではそのままシネベンチ R23 もやってみました。今から約9年前の CPU の結果はこちら。マルチが6158と5961、シングルが827、アイドル時の温度が31度で最高温度が57度でした。マルチスコアはだいたいインテルコア i7-7700K AMD Ryzen 5600ぐらいですかね。シングルに関してはそんなに強くない感じですね。ただ、最高温度が57度って、昔のハイエンド CPU は温度がかなり低かったんだなって思っちゃいました。今や90度超えが普通になってきてるもんね。ですね。とりあえず無事起動してよかったです。シュラララ。はい、ということで今回は。こっちは直さないの？いや、こっちで動いちゃったからどうしようかなと思って。まあ本当ならロム焼きなどやってみてもよかったかなと思いますが。基本的にトレジャーハンターなんで。はいはい。まあそれはともかく。今はもうなき秋葉原エレクトリックパーツさん。あなたのお店で売っていた X99 マザーボードは、ちゃんと生きていました。もう閉店しちゃってるけど、どこかでこの動画が届くといいわね。で、実はこういうロマンマザーボード、まだまだ持ってたりするんですよね。X299。まあ CPU がないので動かせてないんですが。ということで本日はここまで。いつも見ていただきありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん。じゃんけん。ポン。またねー。